坂出市吉島と堤防を介して陸続きとなっている鍋島に灯台が設置され、点灯が始まったのは明治5年、西暦1872年11月15日です。設置から150年を迎え、先日は国の重要文化財に登進もされたところです。その全国的にも貴重な文化遺産で、しかも現役で使われている鍋島灯台の内部も見学できるツアーを、坂出市観光協会は10月22日に行いました。当日は吉島歩きと題して、鍋島灯台だけでなく、瀬戸大橋の主塔ツアーもあるなど、一日普段は立ち入ることができない場所を巡りながら、吉島の魅力を堪能できる一日となっていました。この日の中には、遠くは千葉県から訪れた人もいるなど、およそ30人が参加しました。最初に瀬戸大橋に登るツアーと、鍋島灯台を見学するツアーの2班に分かれて島を散策しました。現在、鍋島灯台の敷地は自由に立ち入ることができるようになっていますが、灯台内部の見学は普段はできません。その内部を今回は特別に見学することができました。だから日本の旧暦の明治5年の11月15日、映画の方は、これを作られたのはイギリスの方です。だからこういう。小屋島。他の標識と見間違わないためのことがあります。ここは沿岸灯台なんで。150年前にね、これイギリスの人が作られたという感じなんですけど、中の設備は当時としては素晴らしいものだったと思いますし、やっぱりその辺のところのレベルというのを感じますね。色が綺麗ですね。あの赤と緑のカルデラがこう回って、20キロ先まで光を、通すという形を海上の保安庁の方に聞きまして、非常に感動しました。この坂出香川を代表する風景の一つだと思ってますし、建設物の一つだと思ってますし、でいろいろ話伺っていると、この橋の開通当初ですね、その時には結構脚光を浴びて人も多かったというふうに聞いてるんですけれども、最近はちょっとそうでもないようなお話も伺っているので、ぜひこの良さをですね、皆さん知っていただいて、もっとたくさんの人に知って来て見ていただいて、よりですね、いい環境をですね、作っていけるようになればいいなと思ってます。そういう意味でも今日参加してよかったなと思ってます、はい。また海上保安庁は、鍋島灯台150周年、坂出市市政施行80周年を記念したコンサートを11月12日、坂出市民ホールで開くことにしています。当日は午後1時開演で、海上保安庁音楽隊及び坂出高校吹奏楽部による演奏などが予定されています。この機会に鍋島灯台がある坂出の歴史、風景の美しさを再認識してみてはいかがでしょうか。